すいません、お待たせしました。なんか声変くない？スマホ洗った？やめて、思い出しちゃうからやめてよ。一人でめっちゃ汗かいたんだから。トイレで、あー、やべえ、ズボンから携帯滑ってキャッチしなきゃ。ジャポーン。もうね、さすがにね、ケース捨ててきたわ、その場で。その場で、なんか布のケース使ってたから、なんかべっちゃべちゃになっちゃって、もう、って思いながら便器の中に手入れて携帯すくい上げて、ってなりながら、もういいかと思って、もう携帯べちゃべちゃに水道で流しながら、ケースからバンって取って、ケースボンって捨ててきた。新しいの買ってあげたいって。ねえねえ、このお休みしてる間に iPhone13 のピンクが郵送で届いて、今日ノリノリで初めて病院に持って行ったら落としたんだよ。みんなわかるかい？つまり初めて外に持ち出して初めて落としたんだ今日。もうこの携帯は便器に染まってるんだ。トイレになっちゃった。非常用トイレになっちゃったんだね、レの iPhone。 新しい iPhone は。お大事に。もうお大事にとかいう次元超えてるんだ。もう浸っちゃったんだよこいつは。テピカ汁でめっちゃ拭いた。悲しいよ。そうやって言ってたらもう一回気になってきたから、もう一回拭いとくわ。きれいきれい、ゆうちゆうち。お前はまだまだねえと、これから刻む歴史があるからな。刻んでいこうな、これから歴史を。初手の思い出と一緒に。壊れてはないんだけどね、あの偶然にもね、こうなんていうの、カメラ部分の方が便器の深いところにジャポンしたからね、あのスピーカーと充電の部分はね生きてるんだよね。まあカメラはちょっと、まあ、水の中浸りましたけども。まあ元気ですわ。元気っすわ。うんうん。いや、ポッケに入れるのよくないね。カバンに入れないとなって思うんだけどさ、なんか取り出すのめんどくさくてポッケ入れちゃうよね。でほら、あのレディースをね着るみんなならわかると思うんだけどさ、レディースってちょっとポッケちっちゃいんだよね。いや、水没保険はね入ってないですね。どうしよう、今写真撮ったらなんか、どうしよう、水が映っちゃったらどうしよう。ちょ、一枚撮っとくか。はい、チーズ。よし、うん、大丈夫そう、写り問題なし。これがね、iPhone13Pro みたいな、あのなんかもうほんとカメラに全振りしてる方じゃなくてよかった。 iPhone13 でよかったよ。これカメラ全振りの方だったら悲しくなっちゃうよ。もうその写真に大丈夫、匂わない。もうね、めちゃめちゃ綺麗に、なんだったら石鹸で洗ったから大丈夫。でもみんなに言われると気になってくる。ちょ、もう一回消毒しとこう。あー、でもさ、こんなのさ、トイレに落としたくらいで買い替えるものじゃないじゃんか。高価なものだから、もう一生付き合っていくしかねえんだこいつと。はぁ、2年間我慢しよって。あれか、 iPhone14 になったら買えるってこと？じゃあ iPhone14 にまたピンクがありますように。やめろ、姉ちの iPhone に臭いってあんなつけるのやめろよ。悲しくなっちゃうだろ。なんかタンが絡んでるな、久しぶりだから。うん、ブリゴーニさん、抗菌スマホケース。
ありがとう、ありがとう。だからもうやめろよ、思い出させるの。もうねねはね、今日から意識を変えましたんで、トイレの水だって所詮水道水だって、トイレの水は汚いという概念の方がおかしいんだよ。綺麗な水で洗い流してる、綺麗。トイレの水だってただの水、これですわ。もうね、意識を変えたの。ちょ、手ももう一回消毒しとこ。いや、水ジャボンってした瞬間ジャボンって取ったから、ほぼ便器にはついてないからセーフ。